東道高国は、伊勢被災藩の、第十六代の藩主。被災藩東道家十六代。被災陣や最後の主。高下三年八月八日、伊賀名張一万五千国の領主、名張東道家の東道朝徳の次男として生まれる。朝徳の家系は、初代藩主、東道高虎の養子、東道高吉から始まる家系である。文久年月に、第代藩主、 校長が亡くなり、その着難である高幸は、安政6年6月に死去していたため、同年10月19日に、校国が養子として、家徳を継いだ。同年12月6日に、十五位した、沢渡守に、女位、任官する。慶応2年、山城宇治橋、伊勢山田の警護を務めた。慶応3年12月3日に上落し、28日に、散来する。しかし、 30日には規範の許可を得ている。慶応4年3月4日、改めて上落し、新政府側に従う姿勢を示した。母親戦争では、東北に出兵し、新政府軍として戦った。明治2年6月26日、反赤法官により、被災犯知事に任じられ、明治4年7月の廃藩知見で、班知事を面官された。 明治17年の家族礼で死者区に任じられる。明治35年4月6日に東京で死去した。去年57。あとは仙台校長のこの高吉が継ぎ、実施の校了は分家した。ありがとうございます。